どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はサーマルインクを改めて使って気づいた6つの強みとなります。トライストリンガーを使っているとつけたいギアが多すぎて困りますよね。その中でもサーマルインクは人気のギアです。トライストリンガーを使っている皆さんならサーマルインクとの相性がいいのはご存知かと思います。そこで今回はサーマルインクの有無で感じた強みについてまとめていきたいと思います。使いこなすまでは大変ですが、何かと便利なギアですからね。最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。1つ目は16秒間の圧を相手に与えれるという点です。とにかく見える時間が長いというのが良かったですね。そもそも16秒間も潜伏を続ける敵というのはそこまで多くないと思います。また対面するとき弓矢一角を外して逃げられることが多くあります。その後に追撃を入れるのってかなり難しいんですよね。ですが壁裏のどこに逃げたのかが確認できれば、一度見失っても追撃をすることが可能となります。ある程度のエイムがあれば取りこぼしを回収することができるので、キルを拾える確率が上がりやすくなります。またキルができなくても16秒間嫌がらせができますからね。なんとも腹黒いギアだと思います。2つ目はしつこく嫌がらせができるという点です。これはキルが取れない時やマップ奥に逃げ込んだ時などに有効ですね。局者も使えば追いかけられるのでかなり便利です。また逃げるという点では前衛後衛は関係ないです。当てて一定の距離さえ取れればどんなに離れても見えますからね。特に人数有利からの押し込みの時、敵の動きが見えるので前に出やすくなります。なんなら邪魔も積極的にできます。これにより相手一人を抑えるきっかけになるので、味方も動きやすくなるのはいいことかと思います。3つ目は距離を維持できるという点です。特徴の一つとして試し打ち上のライン 2.6 本分の距離から発動します。そのため味方より後ろにいる立ち位置なので、敵との距離を維持しながら攻めれるのはかなりありがたいですね。また距離を維持できる理由として、効果が発動した時に色が見やすいという点です。普段なら離れると気づきにくいですからね。壁裏など限定的ですが、一瞬見えるだけで遠くから攻撃できるので無駄に前に出すぎなくて済むのがいいところです。4つ目はクリアリングの役割になるという点です。サーマルインクに関しては可視化によるクリアリングができることです。トライストリンガーは局者ができるのが強みですが、クリアリングに関してはポイズンを使う必要があります。またメインの連射でクリアリングをしていると鉢合わせした時に速攻で倒されます。リスクが高すぎるんですよね。かといってポイズンを投げているとインク効率が悪くなりますし、毎回投げてると何より時間がかかります。ですがサーマルをつけていれば、遠くから攻撃をした際に逃げられても逃げた先がわかるので目視でクリアリングができます。またこれを活用すれば、遠くから壁裏などを警戒するだけで炙り出しができ、その後の動きが観察できるので有利に動けます。こういった点からクリアリング的な要素もあるので、インクを抑えるのはいいところだと思います。ただし事前にメインを当てる必要があるので、壁を挟んで予測打ちを成功させる必要はありますね。5つ目は全体的にマップとの相性がいいという点です。本作のマップは立体的になっているので実感はしやすいと思います。目の前に大きめの壁があって視界が何かと遮られますからね。後衛としては隠れれますが、逆を言えば見えにくい状況とも言えます。特にヒラメが丘や湯の花など壁があって奥を見づらい場所があるので、先に当てて逃げられたとしても追撃ができます。局者をなんとなく撃つというのもいいですが、一発当ててからならマップとの相性もいいのでかなり便利っていうのがありますね。6つ目はミラー武器に対して有効という点です。今作の X マッチで特に効果を発揮しているのかと思います。ミラー武器はクーゲル、ハイドラ、バレル、弓、
と基本チャージを要する武器が確定しています。このミラー武器は試合中人状態を維持する時間が長いため、カブエラにいる場合などは特定がしやすくなります。また対面するときに一角を外して逃がすこともありますので、その後追跡できるのはかなり圧をかけれるので便利です。射程的に弓以外には勝っているので、安全圏からの攻撃ができるのも有利に動けるのでかなり相性がいいですね。という感じでサーマルインクを改めて使ってみると強みを活かせる部分が多いように感じました。もちろん一発当てるという条件がありますが、当てることができるプレイヤーなら効果を実感できるギアかと思います。いいことばかり話してきましたが、使う上で気をつけたいことがあります。それはメインを当てれるという条件です。この条件があるため敵に当てれないようでは効果を発揮できないので、ギアが無駄になることがあります。どれくらい試合中に発動しているかはそれぞれで検証する必要があるという部分ですね。特に前に出ない状態が続いてしまうと敵の対面が少なくなるので効果を発揮できない可能性が上がります。試して発動の回数が少ないようであればギアを変えた方がいいかと思います。でも保険としてつける分にはかなり便利かなというギアでもありますね。はい、ということで今回ここまでとなります。サーマルインクを改めて使って気づいた6つの強みはいかがでしたでしょうか。改めてギアをつけてみるとその強みが分かって面白いですよね。特にサーマルは邪魔を効率よくするのでかなり便利です。ギア枠に困っていた場合やミラー武器に対してなかなか圧を与えれない場合に採用してみてもいいかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。